シュララ。皆さんこんにちは、うつ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、足のシュラミです。今回は久々にハードオフでジャンクを買ってきたので、そちらを紹介していきたいと思います。なんかジャンク品の紹介が久々な感じがするわね。てかハロ可愛いわね。そうですね。ということで今回購入したものはこちら。ロジクールの G933 というワイヤレスヘッドセットになります。ワイヤレスヘッドセット。ですです、無線で使えるヘッドセットになります。で、これいくらで買ったの？はい、お値段ですが、税込み3300円で購入しました。片耳イヤーパッド欠品とレシーバー付属しか書いてないのね。そうですね、左耳のイヤーパッドが付属していませんでした。動作について書いてないってことは、もしかしたら動かない可能性もありますね。ちなみにこれ新品だといくらくらいなの？現在 Amazon だと、19,800 円で売っております。さすがロジクール。結構高いわね。それでは簡単に G933 の外観を見ていきましょう。左耳にはいろんなボタンがついています。ヘッドセットにボタン。何かやりながら押すことってあるのかしら？それは、ゲームプレイ中には少なくともありませんね。だよね。ではまず一番上から、こちらはヘッドセットの電源ボタンになっています。これを押すことでオンオフが切り替えられます。続いて下に行くと、G1 から G3 と記載されたボタンが3つ配置されています。こちらのボタンにはそれぞれ、キー登録や、ショートカット、マクロなども登録ができるみたいです。そしてその下は消音ボタン。一番下のクリクリは、音量調整ダイヤルになっています。反対側には、ここにマイクが収納されています。左耳に色々と集約しているわね。そうですね、マイクを出すとこんな感じになります。何だろう？マイクの形はあんまりかっこよくない？そうですかね。そういえばレシーバーとかはちゃんとついてたの。ああ、それなんですが、私も購入前にあれ、ないなと思ったら、サイドのパネルを開くと、そこにレシーバーは収納されてました。ヘッドセットに収納できるレシーバーはいいわね。そうですね、マウスとかキーボードとかも別にレシーバーがあるとなくしたりしちゃいますもんね。先ほどのレシーバーと本体の穴は、どうやら有線でも繋げられるみたいです。へえ、有線でも使えるんだ。ただ、それはなかったんですけどね。右耳の方は、バッテリーが収納されていただけでした。右は随分シンプルね。そうですね、それでは。とりあえず起動確認をしてみましょう。シュララ。今回は動作については購入前に、確認が取れてないものなので、動くかどうか。壊れてるか。スイッチオン。あれ？これはもしかして？とりあえず電源を切ったら一瞬光りました。光るってことは動いたってこと？そうですね、とりあえずは生きてそうです。この後いろいろ試した結果、電源をオンにすると中で起動音が鳴っており、起動してるんですが、どうやら電池が死んでるみたいで、すぐに電源が落ちてしまうといった感じでした。充電は？もちろん、一晩以上充電して試しましたが、やっぱりダメでした。じゃあどうするの？使えないじゃん。なのでこちらを、購入いたしました。これはもしかして？そうです、チャイナーから購入いたしました。そしてもう一個、こちらもチャイナーから購入しました。あんたがチャイナから購入とか珍しいわね。そうですね、まあなんか動きそうだったので。で、何買ったの？そうですね、購入したものもご紹介します。まずこちらの白い方ですが、でこのチャイナ袋、地味に梱包が強力ですね。そりゃ、きっと荒波にも慣れてくるから仕方ないんじゃない？切れないのでカット。ということでやっと中身が出てきました。皆さんももうお気づきかもしれませんが、イヤーパッドになります。そういえば左耳のイヤーパッドなかったもんね。ですです、イヤーパッドなしでつけてみたんですが、なかなかいい具合に痛かったので、これは買うしかないと。ちなみにこれいくらだったの？クーポン使って$1.27でした。200円もしないの？安っ。さすが、チャイナーですよね。さて、もう一つの方は？はい、こちらになります。そうです、バッテリーになります。中華製のバッテリーとか大丈夫なの？一応レビューとかも見て、良さそうだったので購入しました。お値段は $12.34 でした。約1500円ぐらいか。そうですね、まあ右耳が怪我したら、爆発したんだなと思ってください。さてパーツも揃ったので、軽くお掃除をしながら交換していきましょう。さてお掃除シーンは倍速で流しながら、このヘッドセットの詳細について説明していきたいと思います。
名称は、ロジクール G933 ワイヤレス 7.1 サラウンドゲーミングヘッドセット。名称長。メーカーはロジクール製で、2015年11月に発売されたものになります。サイズは、190×94×180mm 重さは 380g となります。重さに関してはちょっと重たいかなと思うところですね。特徴としては、当時、7.1 チャンネルサラウンドサウンドで、立体的かつ臨場感に満ちたサウンドを再現しており、360度から音が聞こえるのを売りにしてるみたいです。さらに 2.4GHz ワイヤレス接続により、遅延のないゲーミング、オーディオ体験を提供。RGB ライトを使用する際は約8時間、RGB ライトなしで約12時間の連続使用が可能です。あと個人的に、G-HUB を使えば、キーボードやマウスなどの、他の製品と連動して使えるのはいいかなと思いました。さてお掃除が終わったので、購入した製品を取り付けていきましょう。シュララ。はい、それではまず、こちらのイヤーパッドから交換していきます。皆さんはイヤーパッドってスポンジですか、革ですか？今回購入するときにどっちがいいかなと思って、ちょっと悩んだんですが、せっかくならと思い、今回は、こちらの革製にしてみました。まあ現在使っててちょっと後悔してるんですが。え、なんで？いや、ほら、暑いんですよね。あー確かに冬とかはいいかもしれないわね。そうですね、こう、包み込まれてる感はいいんですが、これからの時期には向いてなかったかもしれません。とりあえずベースについてたものと、大きさを比較してみましたが、特に大きな違いはありませんでした。そして取り付けなんですが、なかなかに苦労しました。あんたこういうの苦手だもんね。そうですね、結構キツキツに設計されているのか、はめ込む時にちぎれないか心配になりながら入れてました。これってなんかコツとかあるのかな？どうなんでしょう。私はとりあえず上から引っ掛けて全体に回していきましたが、とりあえず下に引っ張る感じで取り付けていきました。なんかめっちゃごちゃごちゃやってるわね。そうですね、切れるか切れないかの瀬戸際に立っています。とりあえず左は完成。続いて右も取り付けていきます。ちなみに左はやたら苦労したんですが、左をやってちょっとやそっとじゃ切れないことが分かったので、右は左の半分の時間ぐらいで、取り付けることができました。何事もなれね。そうですね。続いてバッテリーも交換していきます。こちらの中華バッテリーなんですが、純正バッテリーより約倍の容量となっています。まあ爆発しちゃうかもしれませんが、大きさは純正と変わりはないですね。まあ大きさが違うと入らないんですけどね。バッテリーの先から出てるコネクタをつなげるだけなので、交換自体はとても簡単です。ヘッドセットのケーブルと、色が同じになるように接続します。って言ってるのになかなかはまりません。はい、こんな感じで接続をして、あとはケーブルを折りたたんで収納します。今回は、修理というより、交換だけなのね。そうですね、バッテリーがへたってるのが分かったので、内部的破損がなさそうだったので交換だけになりました。まああんたじゃ内部的破損は直せないもんね。そうですね。さてそれでは交換が終わったので、充電して使えるか試してみましょう。動くかな？シュララ。はい、ここからは仮メインパソコンで色々とやっていきたいと思います。というわけで交換したものがこちら。最初に比べると簡単に清掃もしたし、綺麗になった気がする。そうですね、確かにパッと見は結構綺麗になりました。とりあえず電源を入れて、レシーバーをパソコンに挿していきます。普通レシーバー挿してから電源じゃない？私もそう思ったんですが、撮影の時なぜか逆にしてました。はい、このレシーバーをブスッと挿します。メイン画面の方ではデバイスのインストールが始まってます。インストールが終わったらヘッドセットが光り出しました。おお、ヘッドセットが光るってなんかすごいわね。そうですね、装着すると自分からは全く見えないのに。さてそれでは G-HUB を開いてみましょう。はい、現在 G403 のマウスと G-Pro のキーボード、そして今回の G933 が接続されています。おお、デバイスも増えてくると見応えがあるわね。しかもこれ、3つともジャンクよね。そうですね、全部ジャンクですね。ここでヘッドセットのバッテリー残量なんかも確認できます。一晩充電したんですが 85% だったのでまだまだ余裕がありそうですね。あとはここを開くと、各ボタンのキー設定やマクロ、ショートカット設定などや、
イコライザと呼ばれる聞き方の設定なども、こと細かく設定できるみたいです。あんたじゃ使い切れない設定が入ってるってことは分かったわ。まあそうですね。あとはせっかくなので、3つのデバイスの光り方を同期してみました。はい、こんな感じになりました。お、確かに3つとも同じように光ってるわね。ちょっと見づらいので部屋を暗くします。お、暗くすると確かに分かりやすいわね。そうですね、光り方が同期してるとかっこいいですよね。さて、ということで今回は、ここで終わるんですが、最後に皆様にご報告があります。なに実は兼ねてよりテストを行ってましたゲーム配信ですが、この度サブチャンネルを設立し、そこでやることが決定いたしました。今後はゲーム配信など、こちらのサブチャンネルで行っていきますので、ぜひこの動画の概要欄からサブチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ゲーム配信ばっかりやって、メインがおろそかにならないように気をつけてね。そうですね。はい、ということで今回は、ジャンクで購入したロジクール G933 のご紹介でした。今後もジャンク品などのご紹介をしていきますので、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。